はい、どうもしのちゃんです。ゲン戦争やっていきましょうということで、さっきね、気まぐれ屋ショップ、あの0時になって気まぐれ屋ショップ出て、あ、ちょうど今終わっちゃいましたけど、たった今終わっちゃいましたけど、ま、さっきね、珍しくローザがね10枚で、いつも5枚なんですけど10枚で出てきましたね。うん、ただあのショップは安定のセシルですね。セシルが今回スルーしてるんですけど、まあ安定のセシル率がやっぱり圧倒的に高いですね。しのちゃんはローザとカインを貫突に向かってるんですけど、やっぱりセシルとあのデモンズウォールがやっぱり、まあ集計取ってる限りでは、まあセシルが圧倒的に多いですね。うん、圧倒的ナンバーワンはデモンズウォールですけどね。で、なんだっけ。そうそうそう。で、結局ね、今現在、ビジョンカードはね、まあ、デモンズウォール、2突。で、カインとセシルが、まあ、大体ね、今71枚。カインが71枚あと、ローザがあと、110枚くらい。まあ、大体もう分かりやすくあと200枚くらいとしときます。分かりやすくもあと200枚くらい。二人合わせてね。で、今回ね、結局、ね、ちゃんとね、計算してみようと思って、まあ、月初からじゃなくて、セシルが来た、FF コラボが始まってからね、FF コラボが始まってから、一体いくら課金したのかなっていうのをちょっと軽く計算してみたんですけど、うん。まあ、結局ね、セシル来た時点では、8000原動石をもともと手持ちで持ってて、でとりあえずセシル来たんで、12000原動石もらえる H パックをね、12000円で買って、で、まあ、そこでまず12000円消費しましたと。で、セシルを取りましたと。まあ、セシルはスルーします。貫突はスルーですけど、一応キャラ自体は取りましたと。うん、そんで、8月1日を迎えて、まあ、カインとローザが来たんで、さらに H パックを2回買ってね、ボーナスパックね。12000円をさらに2回買って、36000円ここで、ここまででね、課金してますと。うん。まあ、そのね、その課金した、その、H パックで、まあ、幸いね、ガチャ動画出してますけど、それなりにいい、カインは10連でね、ローザもそれなりに早く引けて、まあ、それなりに早く引けたって、ガチャで早く引けたのもあり、かつ、このビジョンカードのデモンズウォールの性能が、ちょっとあまりにも高性能だったんで、しかもカインを貫突するならね、やっぱり取っとかなきゃいけないなっていうところで、デモンズウォールも一応取りに行っちゃいましたと。んで、一応かけら2突分くらいはね、まあ今となっちゃうデモンズウォール貫突とカイン貫突くらいのがコスパ良かったなと思いますけど、まあ今、しのちゃんはローザ貫突と、カイン貫突向かってるんで、ちょっとデモンズウォールは2突でとどめてる感じですね。うん。で、さらに、まあ、H パック2回買って、まあ、キャラ取得してからね、まあ、またかけらを買っていかなきゃいけないんですけど、まあ、結局、まあね、ローザとカインをね、貫突するってなると、もうね、アホみたいに、まあ、いくらショップと気まぐれ屋ショップがセシル多いっつっても、まあ、それなりにはね、出てくるんで、3分の1くらいの確率では、やっぱローザとカインとか出てくるんで、まあそれなりに気まぐれ屋ショップもちゃんと1時間おきに頑張ってやってるので、まあ、ただたまに寝落ちしてね、気まぐれ屋ショップ出現した画面で、止まってる時はね、ちょっとうわーってなりますけど、結局ね、その限度突するために限度石をウィークリーパック、5000円で虹色の思いのかけらたくさんもらえるやつと限度石ついてるやつ5000円を3回買ってるんで、ここで15000円プラスしますと。
3万6000円足す1万5000円課金しましたと。さらに、このね、マンスリー虹の覚醒パック、もうその1万5000円分の課金の限度席も一瞬で解けるんで、今日このマンスリー虹の覚醒パック買って、これで6万1000円課金したことになりましたと。で、まあ、今現在手持ちがこれね3500枚くらいあって、まあ、残り配布もねちょこちょこあると思うんで明日からね。で残りも2人合わせて200枚くらいなんで、まあ、単純計算であとね、1万円の課金すれば、まあ、まあまあ余裕で完突できるかなっていうところで、まあ、結局合計7万1000円ですね。うん、7万1000円かかってます。この簡易を、ローザを監督するプラス、ちょっと計算がね、ややこしくなりますけど、このデモンズウォール、もう一応しのちゃんは取りに行ったんで、こいつを、ね、あの、2凸分と、こいつをガチャ引く分の原動石も使ってるんで、うん、それもあって7万1000円ですね。デモンズウォール2凸でっていうところで。えぐいっすよね。うん。こんなゲームないっすよね。うん、キャラを取ってから育成するのに金かかるゲームってなかなかないと思うんで、まあ幻影戦争はねやっぱり、本当にまあね、課金者向けの、重課金者向けのゲームだなって感じですね。でね、ここでもしセシルをね、まあ、しのちゃんは一応ガチャで一応取得だけはしましたけど、まあ、突自体はスルーですけど、もしセシルをこれ貫突するっていう風にしたとしたらね、まあ、ざっとね、もう超最高値として、うん。一番多めに見積もっても、うん、あと4万くらいかかると思うんで、そうなると、その今、しのちゃんが7万1000円プラスあと4万なんで、まあ、11万円くらいかかるってことっすよ。もしこのしのちゃんのこの状態で、プラスセシルも貫突しようとしたら、まあ、11万円くらいかかっていたということですね。まあ、単純計算でね。うん。いやー、えぐいっすね。だから、ね、初心者、最近始めた人は、一応ね、それくらいかかるんで、まあ、目安としてね。うん、デモンズウォール2凸の3キャラ貫突だと、それくらいかかるよっていうことっすね。仮にこれデモンズウォールまで貫突するとしたら、275足す125がかけらでしょ、3凸4凸200÷5×250、あと1万限度石か。うん、ってことはあと2万か、あと2万くらいですね。だからデモンズウォールまで貫突すると、13万か、うん、カイン、ローザ、セシル貫突、デモンズウォール貫突もするとしたら、13万かかるってことですね。うん、だからね、まあ、ゲーム戦争はね、他のゲームならね、ガチャ来たらとりあえず様子見とかできるんですけど、ゲーム戦争はね、このハードクエストシステムのおかげで、なかなかね、考える猶予をね、なかなか与えてくれないじゃないですか。仕事もあるので、こういう計算とかね、大体どれくらいかかるんだろうなとかさ、その、セシル来た時点ではね、カインとローザのガチャシステムとかも決まってなかったし、デモンズウォールの性能だってね、全然決まってなかったわけなんで、まあ、もちろんカインとローザの性能すらも決まってなかったんで、まあ、なかなかね、まあ、計画は立てづらいですけど、まあ、今回3キャラ来たので、まあね、まあ、しのちゃんはこういう結果でね、7万1000円かかってますけど、まあ、次ね、何かしらコラボ来ると思うので、まあ、まあ、1体ってことはないと思うんですね。光の戦士はまあ1体で、ワンだしね、1体で来るとは思いますけど、まあ、これからはね、3キャラずつとか、まあ、少なくても2キャラ、多くても3キャラ、下手したらスケールのことだから4キャラくらいやってきそうな気もしますけど、まあでもね、まあ、3キャラとして、
まあ1キャラずつやったらね何十年もかかっちゃうんで、まあ3キャラとしてね、まあ3ね、まあこう次からはね、まあ、今回のこういう結果も受けて、まあ貫突するとしたらまあ1キャラにシルボーローかなってやっぱ思いますね。金額にすると多分、まあ、仮にしのちゃんが今回ねカイン10連一発で引けてるんで、もしねカインだけで貫突してデモンゾルとか抜きにしてね、カインだけ貫突するとしたらもう変な話 2万円くらいで全然済んじゃってるので、 2,3 万くらいで済んじゃってるんで、うん、まあだからそれくらいが無難なとこっすよね。まあ、2,3 万でも高いっすよね。だからやっぱりなかなかね初心者というかあんまり課金しない人たちをね結構おざなりにしちゃってるゲームだなっていう気はしますよね。だから全てはねこの期間限定キャラのハードクエスト向上をしてくれれば、まあ、全ては丸く収まるんですけど、ね、例えば、それさえやってくれればちょっとやっぱり今回ね、もうこういうご時世だしやっぱり全員貫突きついなって、ローザはとりあえず4突で止めてカインだけ5突にして、ローザはね残りはハード期間ハードクエスト回って貫突しようとかできるんですけど、そういう道すら立たれてるのでこのゲームはね、まあ後でねちょっと動画出しておきます、画像差し込んでおきますけど、今毎週ねしつこく要望送ってるんで、その一部だけをねちょっと今ここに貼り付けておきますけど、まあ、全てはねハードクエスト向上してくれれば、まあ、いろいろ問題点は多いもののね、まあ、しのちゃんみたいな別に気長に育てていければいいやって思ってるタイプの人間 なので別にそんな最速で強くなるなんて思ってないんで、別に半年くらいかかっても全然いいんで、まあだからそういう意味ではね結構いいゲームだと思いますけどね、ハードクエスト向上さえ来てればね、期間限定キャラもね、まあ、全てはハードクエスト向上か、これみんなでね本当やっていきましょうってことで、要望ね、ただこのハード期間限定のキャラの向上化をやってくれないと、逆に、まあ、昨日も話したけど、まあ新規も今いるユーザーもどんどん離れていくだけなんで、そうなるとねちょっとしのちゃんも本当にそれをやるかやらないかで、多分、減塩戦争の運命は決まるので、やらないとしたら、まあ、未来は少、ね、長くないと思うんで、しのちゃんも本当に、ね、無課金ってことはないですけど、まあ、なるべく無償席で貯めて、まあ、優勝席というか、課金はガチャの分だけ、まあ、育成は無償席に貯めて、まあガチャだけそのキャラ取るためにやってっていう感じに移行するかもしれないですけどね。まあだからもしいいキャラが来てもその今の現段階のねその原動石の貯蓄が少なかったらスルーみたいな感じに移行する可能性もあります。ただ期間限定キャラのハードクエスト向上化してくれたら、まあ、キャラ自体はね全然毎回取得すると思いますし課金もすると思うんで、まあ、しのちゃんは逆に、ね、ハードクエストを向上化しなかったとしたら今後ね課金減ります。やってくれたら逆に課金が今と同程度くらいにはなると思いますね。まああとはねもう やんないと逆にそのね、このしのちゃん程度の課金の人以外はもちろんどんどん離れていくし、ね、しのちゃん以下の人はどんどん離れていくし、しのちゃん以上の人もね、もし仮に辞めちゃったら一気に収益落ちるんで、まあよりね、誰も救えない、誰も喜ばない、最悪のシステムですよね。まあそんな感じですね。まあだからこれくらいね課金かかりましたよって感じですね。とりあえずしのちゃんはカインとローザ貫突の、デモンズウォール2突、まあまだねログインボーナスとかで配布はあるので、まあ、それ入れてもあと1万円くらいではね、まあ、余裕で貫突できるんで、まあ、7万1000円かかりましたよっていうお話ですね。それプラスね本当にまあ、これはもう今反省してますけど、
ルアーサー狙いに、あのガチャめちゃくちゃ動画出してますけど、ルアーサー狙うためにね、アホほどガチャしたので、結局出なかったんですけど、5、6万ガチャしてるんで、ルアーサーを取るために5、6万ガチャして結局出なかったんですけどね。うん。このルアーサーね、何笑ってんだよって感じですけど。いや、なんかこの笑顔ムカつくな。だからね、そのルアーサーで5、6万円持ってかれちゃってるんで、で今回7万1000円、まあ、実際今現在まだ6万1000円ですけど、まあ、絶対限度席足りなくなるんで、多分1万円課金するんで7万1000円と、そこにプラスね、あの5万円と6万円ルアーサーでかかってるんで、まあ、ルアーサーが登場してからしのちゃんは、ね、13万くらい課金してるってことですね、幻影戦争にね。いやー、ちょっと幻影戦争が今ちょっと圧倒的にやばいですね。ちょっと前まではロマサガーレスが圧倒的にやばかったんですけど、今回のこのコラボのおかげでね、ちょっと幻影戦争が飛び抜けてるなって感じですね。まあね、ちょっと、ね、スクエニ、だから結局ロマサガーレスと幻影戦争なんで、結局イコールスクエニですけどね、結局はスクエニっていうことです。スクエニに見ついてしまっているなっていう感じですね。しかも今後ね、めちゃくちゃ面白そうな、あの、ニーヤなんとかっていう、あの、レプリなんとかみたいな、スクエニのゲーム来るんですけど、あれやばいっすね。グラフィックがめちゃくちゃ携帯レベルじゃない。結構、あのね、いい感じにやっぱり 2D とこの 3D を融合した感じで、めちゃくちゃ完成度高い、あの、クオリティの高いゲーム来るんで、きついっすよね。スクエニのゲームやばいっすね。ドラクエタクトとかはね、しのちゃんが全然スルーしてるんで、まあ、しのちゃんぶっちゃけ FF とドラクエだったらもちろんドラクエ派なんですけど、圧倒的ドラクエ派なんですけどね、ドラゴンボール愛してるっていうのもあるんで、鳥山明を愛してる、鳥山明を信仰してるんで、ちょっとあの人の画力はちょっとね、神の域に入ってるんで、ただこの幻影戦争の絵師さんたちも、しのちゃん的にはその鳥山明に次いでね、あの神の領域に入ってる人だと思うんで、好きです。神の領域にもうね、もうちょっと踏み入れ始めてるよね。もう踏み入れちゃってるかな。うん。鳥山明も行っちゃってるけど、まあ、ドラクエ派なんですけどね、ちょっとドラクエタクトとか、ああいうね、まあ、やってないです。ただ、いろんな人の動画は見ました。あの、ゲームのね、クオリティですね。あの、要は 3D のクオリティっす。それ結構確認するんで、結局、ああいうね、あのレベルのグラフィックで来られると、まあ、それはドラゴンクエストウォークもですけど、まあ、今でこそすんげえ売り上げありますけど、多分、一気に落ちると思うんで、グラブルみたいに長い、感じはしないんで、あの程度のグラフィックですよ。そこら辺はちょっと意識してるんで、ドラクエタクトもね、ドラゴンクエスト、変な話、あの、ライバルスでしたっけ、あの、カードゲームのやつ、あれめちゃくちゃクオリティ高いと思うんですけど、ただ今も売り上げやばいじゃないですか。あれ多分、やばいと思うんで、どんどん沈んでいくだけだと思うんで、もうこのスクエニの今までのゲーム見てると、まあ、サービス終了までまっしぐらのゲームですね。ドラゴンクエストライバルスはね、それと同じちょっと匂いがしたんで、ドラゴンクエストタクトね、ちょっとね、やる気が起きないっていうところで、まあ、ドラクエだから好きでやりたいんですけどね、ただやっぱドラクエはやっぱ 2D っていうイメージがあるので、まあ、もっとね 2D っぽさ、 2D 色を強めに出してきたらちょっとわかんね。ただドラクエに関しては今ねアプリゲームやってないんですけど、なんでかっていうと、そのドラクエでね、ちょっとまだ、このゲームに金かけてもいいなって思うゲームがまだ登場してないっていうところがあって、ただその、今度来るニーヤなんとかっていうのは、もうめちゃくちゃクオリティ高いっすね。しかももう、結構、ロマサガーレースもそうっすけど、別にいくら、あの、スマホのね、このスペックがどん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 進化して向上してっても、別にあんま関係ないじゃないですか、ロマサガーレースとか。
あれ以上グラフィック上げようがないと思うんで、そういう意味ではね、幻影戦争も結構個人的には、まあ、3D が結構強いですけど、でも結構個人的には 2D のこの 2D 色も結構強めだと思ってるので、結構ね完成度高いと思うんで、まあ、結構 2D と 3D の間のなんか一番いいバランスを、まあ、そこそれなりに取れてるんじゃないかなっていうところで、まあ、それなりにね、その運営の仕方次第では息の長いゲームになると思うんで、グラブルみたいなの完全 2D とかはもう半永久的に続くと思うんですけど、あんな感じでね、グラブルとかみたいな感じでドラクエ来たら、しのちゃんは多分それが多分ナンバーワンゲームになると思いますけど、まあ、今のところね、ないんで。まあそんな感じですね。まあしのちゃん長話しちゃうんで、あれなんですけど、ちょっとこれからはね、ちょっともうさっき話したか忘れちゃいましたけど、まあ、今回だからそれくらいの課金かかってるんで、まあ、次からはねちゃんと計画を立てやすくなるなって感じですね。とりあえず今回無事、まあでも思ったよりかかったかな。カインにとあれだけガチャで神引きできたくせに7万1000円もかかってるのはやっぱえぐいなって思いますね。あれだけのガチャの神引きして7万1000円課金してるんで、なかなかっすよね、やっぱね。とにかくハードクエスト向上化頼むよ運営ってことで、どうもありがとうございました。バイバイ。